対新日本、ヘビー級同士の待ったなしの争いが今幕を開けます。そしてこの戦いはベルトと威信をかけた両団体のまさに正面衝突となります。あるいはこの男がこの対抗戦に一番飢えていたのかもしれません。有明コロシアムの全ての樹木が今この男に注がれました。吉井豊、プロは初参戦。その体、そして潜在能力、今まさに存分に暴れまくり、その時が満ちました。森島力王に真っ向からの肉弾戦。今一つ雄たけびを上げました吉井豊。有明コロシアムに日本からの重低音が響き渡りました。その表情がさらに引き締まりながら今グリーンのマットを踏みしめました。吉井豊、ノア初参戦。いよいよこの男もノアに乗り込んできました。新日本の魂、ストーリングスタイルを体現するその存在感、ついに来た。そして箱舟を視界に捉えた。中西学、ノア初登場。その視線がと言われました。初めての舞台、そして初めての相手、初めての戦いを前にしても中西はまさに我が物顔で有明を楽しんでいるかのように映ります。ゆっくりと肩を揺らしながら中西がリングに続きます。アバレスで全日本選手権4連覇、バルセロナ出場、そして G1 制覇、今有明を見渡しました。まさに輝かんばかりの中西学、大学の後輩秋山純がメインイベントを務めるこの有明で、中西は一度にもなくこの対抗戦に名乗りを上げました。グリーンのマットが近づきます。今歴史的瞬間、中西学が今箱舟のノアのグリーンのマットを踏みしめました。ベルトを取ることで2人は殻を破りました。そしてそのベルトを守ったことで2人はまた一皮むけました。そのベルトを腰にノアの看板、誇りを胸にワイルド2入場。森島たけし、力王たけし、ベルトが2人をここまで大きくしました。昨日の愛知の初防衛戦からまだ20時間余りしか経っていません。しかし恐れを知らない若い2人はあえてこの試練の2日間を選びました。そのベルトが腰に光った G1 タッグチャンピオンチームワイルド2、中西、吉江、このベルトの輝きを見よう。秋山でも伊沢でも小橋でもない森島と力王が見せつけるノアの底力、今チャンピオンチーム森島力王ワイルド2が中西佳恵の前に立ちました。試合前、GEC タイトル管理委員長城口より選手権試合宣言でございます。これ急にタイトルマッチになったんだね。昨日このワイルド2の2人がベイダースコーピオを相手に初防衛に成功、そのリング上で森島が明日ベルトをかけますという宣言をしました。いつかそんなに偉くなったんだあいつは。それはもうベルトを守った自信ということなんでしょうかね。俺らベルト持ってもそんな発言権何にも与えてもらえなかったよね。それだけこの2人がまあ自信をつけたというふうに前向きに解釈して今日のタイトルマッチということになるんでしょうか。そうなんだ、今この2人のベルト腰から離れて一旦管理委員長城樋口さんのもとに返されました。
まあ、いずれにしましてもこのカードは当初から決まっていて、急遽タイトルマッチになった、これでまた重みが変わってきますね。まあ、重いっちゃみんな重いからね、まあ、ヘビー級という意味では重いですしね、ウエスト絞れてるのは中西選手だけだもんね。ああそういうね、金星の取れた体つきという意味ではこの中西でしょうか。60分一本勝負を行います。さあ4人の選手コールです。青コーナー挑戦者チーム280ポイント吉江裕太、ただ潰すのみ吉江裕太。そしてこのブーイング、中西学ノアをべっこ抜くか、中西学ブ長くを楽しんでいます中西です。ノアの対抗戦の切り札、力尾武史。森島武史、俺はノアのチャンピオン森島武史。 GHC タッグ選手権試合に急遽決まりました。森島力尾のワイルド2対新日本中西、そしてこの吉江、60分一本勝負のタイトルマッチ。ワイルド2森島力尾の2人は昨日愛知のリングでベイダースコーピオを相手に初防衛に成功しています。それからまだか20時間余りしか経っていないこの有明コロシアムのリングになります。さあ吉江が中西がにじり寄って、ワイルド2はまず力尾が先発、そして中西が下がりました。力尾と吉江、今このヘビー級ノア対新日本、回戦のゴンが鳴りました。さあ高山さん、まあ、いずれをとっても本当に大きいヘビー級同士の戦いになりました、ね、まず組み合ったヘッドロックは吉江豊です。まあ、リクと森島なんか昨日ベイダーとやってるからね、それに比べたら軽いだろうね、そういう面だそうでしょうね、うん、それは全然違うと思うし、うん、そして初防衛に成功して、まあ、ほっとする場合はないでしょうが、とりあえずは落ち着いた気持ちで今日の試合できるでしょうからね。いやでもあの試合内容でちょっと落ち着けないんじゃないの。ダメですか、見たでしょ。あ、見てましたけど、うん、はい、まあ、相当の緊張感もあったようでしたけれどもね。俺はあれはなんか、ちょっとクエスチョンマークだな、あの試合内容は。そうですか、うん、本当にその試合開始当初は、まあ、力尾も納得していないというコメントを当然出していたんですが、本当に動きが硬くて、そんな中でなんとかベルトを守ったワイルド2。さあぶつかり合いだ、この企画力尾は対抗戦にひたすら燃えます。体当たり、乾いた音が響きました。さあ2人とも知った正面衝突、力尾がった、そして中西に仕掛けました。おっと、今この放送席にいる高山さんに向かって鋭い線を中西が浴びせかけました。まあ、この中西とそして高山さんといいますと、まあ、このジャーマン論争というのは一つ大きな話題になっておりまして、お互いのジャーマンスプレスのわけではないという、まあ、中西のコメントがあったんですが、あのあたり高山さんどう受け止めてますか。いや別に本家だとはあんだからね、どっちのところ行ったとか言ったけどさ、はい、下手くそは下手くそだよ。そうですか、うん、論争なんて言われる方がちょっとこっちは嫌になっちゃう感じ、ね、3番迷惑であると、うん、あ、ただその今コーナーに控える背中を映っている中西は相当今高山さんのことを気にしていました。さあショルダータックルで一つ取り返して吉江、この吉江という選手も新日本の中では今伸び盛りの選手、これからという非常に期待のかかる選手でもあります。この間まで変な頭してたのにね、あの渦巻き状の頭になってましたね。さあここで中西が入りました。逆水平を取ります。この重量感、そうそう、新日本が誇るこのヘビー級戦士、涼しい顔してこの響きです。ハンマーを振り下ろしました。まあ、高山さんは先日の 4.5 新日本の東京武道館でタイトルを取りました永田に乱入しまして、見事にあの IWGP タイトル戦の強奪したわけなんですけれども、その中西がですね、このワイルド2の2人、健康有料児と高山を3人まとめて投げてやるということを話していましたが、なんか無邪気な発言で可愛いよね。無邪気ですか、うん、3人まとめてって、あれなんか子供っぽくていいね。あ、そうですか、まあ、あの中西と言いますと、あの200キロあるジャイアントシーンを投げたことでも、あ、今突き返しました。この辺りの闘争心は力尾です。果たしてこのワイルド2 2人を投げられるかというのも今日の試合の一つの焦点になるでしょう。大
うだろうね、まあ、投げるだけは投げられるんじゃない。ああそうですか、うん、ただそれは形にはならないだろうと。どうでしょうね。あさあ森島もこの中西に向かっていきます。チャンピオンチームはワイルド2森島力雄、それに対してもうこれは本当に落ち着き払った冷静な表情でこの打撃戦。あっと今喉元鋭い重いチョップを打っていきます。中西学、中西はもうこの新日本のリングでは永田と共にこの時代を担う存在です。次の新日本を支える存在中西学、そしてさらにその中西を追い続けるこの吉井豊。いや高山さんの前ある程度予想はしていましたが激しい打撃戦で始まってますね。やっぱ中西はこの中に入るとやっぱ余裕あるよね、あの非常に教えてますよね、うん、やっぱプロレス入る前のキャリアもさすごいし、入ってからもねすごいあれを積んでるわけじゃないですか。海外行ったり G1 優勝したりですね、やっぱこの中に入ると余裕があるっていうのはすごいよくわかるですね。ですから自力はあるよね。そうですね、まあ、ワイルドツーはジャーマンは下手だけど、ジャーマンは、うん、ジャーマンに関しては出るチャンスがあったらぜひ高山さんに詳しく解説をしていただきたいと思いますが、素晴らしい世界一のジャーマン、世界一のジャーマン、ある面ワールゴッチをも超えたと自負しているというこの中西学のジャーマンスープレックス。無邪気だよねやっぱね。無邪気ですか。やはりもうなんかほのぼのしちゃうよそういう発言って。なるほど。ああ今中西が来ました。さあここで有明のファンから大ブーイングが起こりました。やはりこのチャンピオンチームは森島力雄なんですが、中西のこの冷静さに巻き込まれないことが大事になりそうですね。やっぱさ、力も森島はさ、もっと喧嘩しなくちゃダメだよね。喧嘩ですか、うん、やっぱあいつらさ、俺らとやったとき散々いじめたからあんだけ喧嘩になったけどさ、はい、他の人間とやるとちょっと違うもんね。あその怒りの発火点みたいなものがなかなかつかないと。もう俺らがあの久しぶりにかけてさ、はい、ケツ叩いたらやっと怒り出したからさ、うん、そしたらやられちゃったけどね。その怒りにまあ応えたという形になりましたね。ワールド2はでもそういうのはさ何もなくても出せるようじゃないと。なるほど、うん、長西は出してるじゃんですね。もう自然と燃えてくる舞台でしょうから。さあ中西2度目のリングインです。この顔面の蹴り方を見ましてもやはり対抗戦というものを強く意識しているのはやはりこの中西が人一倍ということなんでしょう。この力王がこの巨体がコーナーに沈みつつあります。余裕を持ったもう憎らしいまでにこの非常に落ち着き払った中西の表情です。でも力は丈夫だからね。そうフロントスープレックス。あ今丈夫というコメントがありました。やはりその辺は武器でしょうねこの2人は。それはすごいでかいと思うですね、まあ、特に力雄はあのゼロワンのリングで小川直也そして村上和成との戦いでもその戦いぶりは十分力を証明しています。しかし昨日初防衛に成功した GHC タックのベルト1日にして流出、しかも都南対新日本に流出というわけにはいきません。さあ4人が入り乱れるか。森島が今怒りの牙を向きました。中西を捉えました。試合の権利があるのは力雄と吉江。さあ打っていった。森島返す。さあおっと投げていった。そして今度は吉江プレイマスター。おー力雄を投げました。いやこの吉江のパワーも素晴らしいですね。下半身が太いもんね。安定してるんだろうね。そうですね、太くて短足っていうのは安定してていいよね。俺なんかさスラッと足がないからさ大変長い足ですから中山さんは、本当に腰から下がどっしりしているこの吉江隆。さあエルボーだ。おっと返している。エルボー打ち返した。返す返す。どうタックル倒れない。もう一回また行くのか。またぶつかり合いか。見上げた吉江打ち込んでいった力雄ショルダータックル。これが対抗戦です。この企画そしてぶつかり合い対抗戦そしてタイトルマッチ、まあ、これだけその怒りがヒートアップしてくるとタイトルマッチというのを一瞬忘れてしまうこともあるかもしれませんね。でもね、リクと森島なんか、ね、そんなことを考えるよりね、喧嘩することを考えた方がいいよ。喧嘩ですか、うん、もっともっとね、相手をね、やっつけるってね、怒りを覚えた方がいいよ。ってことは、勝つではなくやっつけるですか。そう、あ、うん、昨日はそれがちょっとなかったような気がする。あなるほどね、うん、第4代の GHC タッグチャンピオンチーム
歴史上防衛に成功したチームがなかったんですが、そういった意味ではワイルド2は快挙を成し遂げました。そして24時間足らずでこの有明のリング2度目の防衛戦を迎えています。さあ2人を相手にする森島は、まあ元々は非常に気の優しい青年、しかしリングに上がってノーフィアに鍛えられることになりまして、その怒りの表現の仕方、そして向かっていく姿勢というものが随分と現れるようになりました。イスラム、ここで後頭部からこのキック、足が振ってきました。まだですから大技という大技はないんですけれども、まあ、気迫負けをしちゃいけませんね、両雄ね。ちょっと森島、あ、今耳元でクソガキという中西の屈辱的な発言を受けて、さあ森島が突進していきました。中西のこういった心理的な揺さぶりというのもやはりさすがですね。ブロックして飛び込んでいった、2人まとめて。これはやられちゃダメだろう。この巨体2人を1人で、ね、倒していきました。だからタイミングがうまいんだろうね。あーですかね、さあペースは新日本中西義江組、もう本当に肉弾戦、肉弾相打つという表現がもうぴったりくるタイトルマッチになりました。ついにヘビー級同士のノア対新日本、回戦のリングになっています。リーキはこれきついと思うよ。きついですか、うん、この角度ブリッジがあんまり上手くないからさ、腰が硬いんだよね。なるほど、うん、そしてこのパワー、体重のかかったボストンクラブ、そうですね、この10分間本当に打撃戦、そしてオーソドックスな技でこのお互いのチームが意地を見せつけ合っている、そういった展開になっています。60分一本勝負 GHC タッグ選手権試合、ワイルド2、2度目の防衛戦を迎えていますが、ペースは新日本勢です。ぐっと足をロックしました、まあ、吉江はキャリア7年、中西は9年、キャリアの面では圧倒的に新日本勢の方が上を行っています、あんな時さ、頭殴ったとしょうがないんだよ。鼻の穴とか目かっきってやればいいんだよ。なるほど、それが喧嘩なわけですね。そしてその喧嘩を仕掛けているのは中西吉江、もうところ構わずこの頭ヘッドバットを打ち込んでいきました。あ、これですね、この姿勢、中西がこの対抗戦本当に楽しんでいるかのように、そしてわあこの体勢、強引に抱え上げます。力王の巨体がですね、こんなに簡単に持ち上げられたり担ぎ上げられたり、こういったことはなかなか見られません。あー、ここで森島一発で吹っ飛ばされました。一発でやられるな、ほら。こういうところですね、高山さん。あー、もう本当に新日本勢はタッチワークもいい、この連携を見せています。まあ、森島は昨日の試合でスコーピオの足が頭に当たりまして、随分ダメージも受けたそうなんですが、自ら試練を課してこの2日間です。この今日の試合に勝たなければ意味がありません。勢いいった、勢いがなかった、教え返す、ここで怒りとパワーを貯めて返せるか、いや抱え上げたのはよし、うわ力を投げました、わーっとフットドロップ、やだね、あのケツは大きい重い、重いフットドロップです。うん、しかも臭いかもしれないですね。125キロが落ちてきました。赤いエルボー、まあ、この中西にしても120キロあるわけですから、あ、そんなあるんだ、あるんです。あ、これでこの金星の取れた体、うん、すごいね、やっぱ ね、やはりこの中西学ぶ恐るべしという印象をこのノアのバットでまざまざと見せつけています。 G1 も制しました新日本の顔、さあショルダーだ、ワイルド2は早く体勢を立て直さなければなりません。コーナートップからミサイルキック森島、森島はこの10分間を取り戻さなければなりません。当たったのにやっと、もうここはなりふり構わず突っ込んでいけ森島だけし、もう一回だーっと背中から返していったエルボー、そしてラリアットは中西だ、止められます。この中西はやはり高い高い存在として今ワイルド2の前にそびえ立っています。そしてこの逆水平一発がワイルド2を蝕んでいきます。そしておっとジャンピングに正面から行きました。
あ、これはチャンピオンチームにとっては屈辱的な挑発であります。あー、いった、中西が来る、スピアいった。ちょっとこの有明の場内がどよめきつつあります。ワイルド2はなすべなしか。ブーイングしてたさ、ノアのファンがさ、中西の試合で面白がってるもんな。そうですね、こんだけやっぱすごいってことだった、ちょっとこのノアのファンも認めざるを得ないというこの場内の雰囲気ですね。さあこうなると中西がこの後アルゼンチンバックリーカー、そして高山さんも注目のジャーマンがおそらく決め手になるでしょうから、どういう仕掛けてくるかですね。ね、そして吉江も当然この肉弾戦、ぶつかり合いではワイルド2に負けていません。何かこう昨日の名古屋のリングをリピートしているかのようにワイルド2の苦しい展開が続いています。ベルトがこの2人を大きくしました。ただこの対抗戦という舞台にあってはやはり必要以上の力が入っているか、やはりそういったリングではスタミナのロスというのも相当高山さん早いんでしょうね。多分ね、普段より緊張してると思うよ、特にあいつは。いいでしょうね。コーナーで控えている力雄もまだ片膝をついている状態、まだ万全の体勢で森島をコーナーに迎えることはできません。お、あ、今カットを命じました。バックに回った、ジャーマンで投げました、ジャーマンで投げた、カットに行った。さあ高山さん、ジャーマンが出ました。まず一発型この中西のジャーマンです。どうご覧になりましたか。どうだろう、まあまあかな。まあまあですか。思ったより下手じゃなかった。お、そうですか。さあバックに回った、力雄もまとめて投げた。次はブリッジできなかったね。さすがに力雄130キロは俺はやったよ。そうですね、はい。さあしかし2人をジャーマンで分断しました。ハンマーを打ち落とした。アルゼンチンリーグ、アルゼンチンバックブレイカー、なんと森島がこんなに簡単に持ち上げられてしまいました。力雄はカットに行けるか、あっと体を預けられました。ノアのリングが中西ワンマンショー、なんとか2で返しました。もう中西思う存分暴れまくりですね。本当ワンマンショーだね、中西がこの森島力雄というこの2人を相手に自らの存在感をここまで表すとは正直予想はつきませんでした。あ、虫の息は場外の力雄、あーっと膝から崩れ落ちました。バンジキューズか、森島武志つなぎました。いやでもこれはもうチームとしては機能しなくなりましたね。ちょっとやばいね。 GHC タックのベルトが果たして新日本に流出か。さあフライングボディスターストロップ、カバーに行った。森島のお株を奪うこのボディスターストロップです。力雄はまだ姿が見られない。力はどこで寝てんの今、場外で。ああ今、あ、ニュートラルコーナーの奥ですね。ようやく立ち上がろうというところです。もうチームとしては完全に分断されました。吉江が抱え上げます。速いボディスラムだ。この対抗戦の舞台、若い吉江が仕留めるのか、あるいは盤石の体勢で中西に譲るのか。連続ボディスラム、森島と力雄はこんなに軽かったのか、そう思わざるを得ないこの2人のパワーです。またヒップドロップ、腰に命中、連発で、うわー、うつ伏せの体勢ん、ちょっと森島が鼻のあたりから出血でしょうか。あー、鼻血を出しています森島。うわー、そしてその出血も随分遠くなりました。ようやく今力雄がカットに入ります。あえて高山さんに伺いますが、ワイルド2どうしたらいいんでしょう、この後ベルトを守るためには。そうだね、守るっていうのは関係ないよね。関係ない、もう簡単に勝つぞ。本当そうだよ。あ、ジャーマンで2人を投げました。そして今度は力雄にアルゼンチン式背骨折り、またしてもこんなに簡単に持ち上げられてしまった。さあアルゼンチンの共演だ、アルゼンチンの共演、中西吉江、アルゼンチン揃い踏み。この2人はこんなに軽かったのか、
信じられない光景が今グリーンのマットで起こっている。吉江はきつそうだね。さすがにきつかったですかね。いや吉江はちょっと攻め疲れしてるのかもしれないね。攻め疲れですか。長西は余裕持ってるけどさ、吉江はちょっと体型的にもやっぱそういうの疲れる体質なんじゃないかな。ですね。そしてそれ以上に森島力夫はもう完全なる攻められ疲れ、立ち上がることができません。もうどうしようもありません。この森島力夫、ノアのマットでホームグラウンドでこんな目に遭っていいのか。森島力夫、君たちはチャンピオンチームだ。おびただしい出血が鼻から見られます。森島、吉江が仕留めるか。ジャーマンもアルゼンチンもすでにグリーンのマットでお披露目だ。カバーに行った、足を丸めた、ツーカウント。でもさ冷静に考えてよ、はい、切り札のさアルゼンチンもジャーマンも出してさ、勝ててないんだよこのチーム。まあそうですね、うん、ということは中西も次の一手で苦しみそうですかね。ちょっとね、そういうのもあるかもしれないよ。あ、そうですか、うん、ということは、あー裏切った。さあ丸め込んだ、エビに丸めた、勢いがトップ中西があまりの強さを見せつけている。ただジャーマンもアルゼンチンも出しました。今さあ勝負は吉江に預けました。中西は場外で力夫をカットします。さあリングの中、森島そして吉江、うん、キャメルクラッチに入りました。ああ、そして場外でアルゼンチン力夫が受けられました。あ、高山の目の前、高山さんの目の前でなんとアルゼンチンを仕掛けた。これ見逃しのアルゼンチン、嬉しいんだろうな俺に見せれて。あ、なるほど、しかしもう中西は意識しまくり、今森島サードロープを掴みました。中西が今また放送席の目の前、静かにコーナーに戻ろうかというところ。中西は本当にワイルド2の2人、そして高山さん、3人を相手に意識しているかもしれません。20分が経過、そのうちの17、8分は攻められっぱなし、チャンピオンチームワイルド2。いやもう20分なんだ、面白すぎて早いよね。早いですか、うん、そして今キャメルクラッチ、うわー力夫も、もう力夫もこのカットになんとか入ろうというその体勢だけ。ノアのファンが歯がゆくて、もう有明コロシアム奥歯がギリギリしている。さあ使えるな DDT、ようやく吉江を捉え始めたか。その鼻からの出血は随分と見たらしくなりました。吉江立ち上がる裏剣だ、でも打った。最後まで喧嘩魂を忘れるなワイルド2。いきなりスタイルも打った。いけいけ、森島は血が流れようがスタミナがなかろうが、ベルトがかかっていようが喧嘩を仕掛けなければならない。スクラップマスターには投げられない。投げた投げた、払い腰、いい投げだったね。ですね。あ、中西も牽制、中西も牽制。さあ勝機が見えたか、ワイルド2。新日本の中西の吉江を完全に分断しました。ストラップを掴んで吉江を捉えた。ラリアット、体当たりだ、ラリアット、リングが揺れる、リングがきしむ。これがドアの新日本のヘビー級の戦いだ。ラリアット打った、もう一回中西を分断しました。ラリアット完璧に首をかった。カウントワン、カウントワン、吉江の根性を見ました。さあ場外では中西、そしてあーと投げました。吉江カバーに行ったのは吉江だ、連れ返した。さあ場外鉄柵の前では中西と力夫、両チームは完全に分断しています。両チームはさあそれぞれが勝負を預けました。中森島と吉江、チャンピオンチームが果たして防衛なのか、あるいはベルトリュースなのか。ワイルド2の踏ん張りどころ、2夜連続のタイトルマッチ、ここが彼らの成長のものだ。吉江が立ち向かっていった、足が待っていた、捉えた、顔面を落としていった。さあカバーにいった、がっちりリングの中央、返した吉江。さあもうここで勝負を決めなければいけませんね高山さん、ね、えちょっと外を気になって中見なかった今。あ、ここで一発森島が投げを見せました。さあ今場外で力を中西の勢いを見ながら森島した、ラリアット完璧に首を刈りました。おっと、またワンだ、またワンで返しました吉江。吉江も意地になってるね。ですね、うん、さあ
力尾に指示を送りました。そしてバックに回ったジャーマンか、中西が来ました。うわ、まだ完全には分断できないか。おっと、中西を捉えた、ダブルのショルダー、ここで決めなければいけません。ワイルド2、さあこれはダブルインパクトに持っていくのか。さあ行きます、ニュートラルコーナーに森島。さあ今に起用が輝いられた、オーフィアーセンのお店さん、このダブルインパクトで勝利をつかめ、ダブルインパクト。今危ない打ち方でしたね。ああ、早い、中西のカットも早い。今脳天から落ちたよ、来ましたね今ね、完全に頭からでした。あれはもうやばいだろうな、意識があるかどうか。森島走る、勝利へのラリアット、終わった。吉江豊を恐るべし、吉江がすごい、しかしその吉江を上回れ、バックに回った、高いバックドロップ、新日本に勝った。ワイルド2が新日本プロレスに勝ちました。2度の防衛に成功、ワイルド2、森島と力雄がやりました。なんと昨日の名古屋に続き今日の有明コロシアム、そして新日本の相手に防衛に成功、24時間で2度の防衛に成功しましたワイルド2です。中山さん、苦しみに苦しんでまた苦しんだ試合ではありましたが、本当に最後のバックドロップはすごいですね。あいつらさ、ええ、火つくの遅いよね、怒りの火つくのは。ああ、やられまくってやっと後半も火ついて、ああ今棚橋ですか。ああ、もう同世代のこの棚橋が今リングに上がって、この次なる戦いを今このワイルド2にアピールしているのかもしれません。中西と吉江が今放送席の前リングを後にします。まあ、やはりこの新日本、中西義江のパワー、そして魂の見せ方というのも見せつけられましたね。まあでもやっぱ攻め込めなかったよね。そうですかね、それでも、ベルトが今ワイルド2の2人の腰に戻りました。24時間で2度の防衛、快挙に成功しましたワイルド2です。そして高山さんは IWGP ヘビー級選手権試合、永田優先も控えて、新日本との課題ももう浅くはないわけです。やはり中西あたりの意識の意味を相当感じたんじゃないですか。なんかね、あれ俺意識したから負けたんじゃないの。あ、なるほど、ちょっと視線が外に行ってしまって、うん、まあ、じゃあ3分の1は俺のものみたいなもんだな、というのは。なるほど、うん、そういうこと。さあ今高々と両手を上げました。ワイルド2が防衛に成功、今新日本という大きな壁対抗戦に勝利して、今そのベルトを誇らしげに腰に巻きました。有明のノアのホームグラウンド、このリングで中西義江を相手に防衛に成功しましたワイルド2。24分という長い勝負、24分0.7秒、2度目の防衛に成功ワイルド2です。高山さん、高山さんたちに勝ったチームですから、ある面嬉しいところもあるんではないですか。いや、それはどうでもいいんだよ、うん、それより もっと面白くなれるはずだから、もっと面白くやってほしいよね。なるほど、うん、そういう意味では昨日今日は、って感じ。そうですか、うん、まだまだ課題の多いワイルド2、チャンピオンチームということでしょうか。でもこの経験ですごくなればそれでいいんじゃない。そうですか。